結構ありますね。ちょっとらしさが出てくる。らしさが出てくる。よくわけわかんないんで、ここの大きいものがですね、一番買ったもんじに行きたいと思いますので、いいですか。じゃあ、最初はグーからいきますよ。いいですか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、残った。はい、勝ち。はい、勝ちは、それ以外下がってくださいね。いいですか。で、どこでやるの。あ、あ、じゃあ、じゃあ、アイコン渡辺さん、やられた。じゃあ、いきますよ。もう一回。最初はグー、じゃんけんぽん。あ、もう負けた。勝ち、勝ち残りね。何名ですか。はい、はい、いいですか。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、チョキ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 。お前強いな。強いな、みんな。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽん。グー、グー、グー、グー。はい。あんまり長くは見れないですけど、別にここら辺で見えるやつ。軽いやつがありますか。軽いやつ。軽いやつ。名古屋のゆかりか。夜明け前。ゆかりいただきます。ありがとうございます。一番札で。ありがとうございます。じゃあ最初はグー、じゃんけんぽん。はい、勝ちや。初期は何人だか。二人。一人。これはリッカのね、リンゴワインっていうあの日課の甘いワインですね。今ほとんど売ってません。それは。テレビの影響でね、もう全然シェア消費ないそうなんで。はい。なるほど。はい、飲めないお酒でしょ。じゃあ第3回いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。ありがとうございます。お前なめ。いきますよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽん。じゃあ外れた方11名分そこに権限ありますので、最後じゃあお持ち帰りください。何もあってない方。
そこに11名僕用意しましたので、帰り持ってくださいね。お願いいたします。じゃあそれでは乾杯をしたいと思いますので、よろしいですか。自分カメラ係やるの乾杯の音は乾杯やりたい。じゃあ皆さん乾杯いたしますので、もちろんあの乾杯の温度はお越し会長ということで、じゃあ大越会長から乾杯飲んでいただきます。はい、じゃあ真面目ですので、乾杯の温度やらさせていただきます。第6幕に割ってしまいました、展示会でございます、ますますですね、交流を深めていきたいと思います。今日は、じゃあ皆さん、乾杯。私も今回参加させていただいても3回目になりますかね、非常に楽しい会で、本当にお越し会長ありがとうございます。また本日幹事の渡辺部長、本当にご苦労様でございます。本当に毎回目が思うんですが、私地元のもんですから、非常に遠方から、ね、来られる方たくさんいまして、とてもそんな中でも遠方からも来ても、ね、価値がある会だというふうにすごく思っておりますので、これからもますます、大きな会にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。茨城県つくば市より参りました、スーパーマルモの川原井と申します。ついちょっと緊張しております。ついこの間、てっちゃんを独り占めして、飲ませていただきまして、裏会を開かせていただきました。今日もですね、隣をゲットしましたので、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。隣をゲット新しいアイテムですね。どうぞ置いてきます。そのまましゃべる。そのままですね。じゃあ皆さんこんばんは。名ばかりの会長を祭りに挙げられてしまいました、かましんの大越でございます。よろしくお願いします。実はですね、今日、出がけに、女房と大喧嘩をしてしまいまして分かったと、じゃあ今日は飲まないで帰るぞということで宣言をしていきました。ですので、ちょっとしらふではございますが、その分皆さんとたっぷりお話をして、楽しい会を盛り上げていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。すみません、名古屋かぐやま店から来ましたユニーの香川と申します。パートですけれども、日々ポップを書いております。よろしくお願いいたします。そうですね、こんばんは。こんばんは。遠方から参ります。三重県松山市株式会社富士から参りました。小牧京と申します。日頃 Facebook の方を拝見してますと、皆さんやれ新しい事業立ち上げる、やれ新しい店ができる、やれ非常に出世なさったと大変華々しい。あなたが一番でしょ。私はと言いますと、もう愛も変わらないというところで、ちょっとキャベツができたとか、そんな感じで地味に相変わらずやらせていただいております。もうすぐキャベツの準備始めます。忙しいな。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。時期外れのリンゴを売るのが得意な、ユニー株式会社の小倉と申します。もうサンズから売ってないですからね。まあ日々、おかみと戦い、お客様より会社の中で戦っている私でございますが、皆さんのいろいろ Facebook を、拝見させていただいて、日々、勉強させていただいております。今日もすぐどこに行ったかあげたらすぐ、バレまして、さすが皆さんのお目が高いということが、はい、よくわかります。また今後とも、佐藤ともどもよろしくお願いいたします。
そばです。はい、今日はですね、ちょっと初めて参加させていただきます。東京五反田に、事務所のある NBS 企業スカウトサービスという会社です。何をやってる会社かと言いますと、スーパーマーケットさん向けの反則のプロモーションを独自のものをちょっといくつか持っておりまして、5、60社のスーパーさんにいつもお世話になります。私自身は、北海道と北部、近畿、あと中部、一部ですね、名古屋は私担当外なんですけども、そちら、日々営業で動いている感じです。今日はですね、顔を覚えていただいて、皆さんの話を、いろいろ聞かせていただければというふうに思います。よろしくお願いします。すいません、キベングループで、反則と広告宣伝を行っている、星子さんという会社の中尾と申します。私は反則企画を管理するにあたって、やはり現場のことを、よく分かっていないところがございますので、皆様からの、いろいろな貴重なお話を、させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。できます。すみません、第1回目に、開催させていただきました、おでん屋さん、うん、あれ大門にあったんですけど、大門の店を9月に閉じました。でただですね、また今年の2月末に、来年の2月末に、新橋の方でまた新しくリニューアルオープンすることになりましたので、改めて、完成の暁にはご案内させていただければ。はい、ぜひ。はい、な何人ぐらい入る？とりあえずは2、30は入れるお店になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。皆さんこんにちは。日本食品の三橋です。てっちゃん会は第1回目からずっと解禁で、参加させていただいてます。今は直販事業部という形で、百貨店の店頭と、築地のお店と、それからネット販売、それと通常じゃない商品を作っている工場部門がのれん工房というのがありまして、その事業をやってます。なかなか氷の難しい壁にぶつかっているので、ぜひ今日は皆さんのお知恵をお借りできればと思って参加しました。今日皆さんの手元にあるちくわパンなんですが、北海道で有名なパンなんですが、ちょっと私がこっち来て、パクって作りました。このまま食べても食べられますが、お家に帰られましたら、この袋のまま電子レンジで40秒ぐらいチンしていただくか、オーブントースターにちょっと軽く焦げ目がつくぐらい炙っていただくと美味しく食べれると思いますので、あとで召し上がってください。皆さんはじめまして、キッコーマンデイリーの絵塚です。本席はまだ気分の食品なんですけど、来年の3月いっぱいでキッコーマンの移る予定です。インサイダーなんか質問いいですか？気分さんとキッコーマンさんってなんか資本あるの？資本を買ってもらってる。今豆乳の事業をキッコーマンさんに売り渡したの。なるほど、なるほど、納得、納得。セットセットで買われる。売る直前まで私が担当でした。そんなことで、君の三橋さんから紹介を受けて、今日初出馬です。そんなことで、ちょっと今急に頭が真っ白になってしまいましたけど、自分で言っときながら何て言ってしまったんだろう。まあ、今日は豆乳のね、新商品持ってきたんで、また後ほど帰りにワンパックは重いと思いますのでね。あ、そうなの。飲んでる。気分にいた頃は今時期はね、年末商戦の仕上げでバツバツしてましたけど、飲料専用になったその、様変わりをね、感じながら、早もう来年の春夏商品の、発売の準備をこう社内で進めているということで、こういう変化にも慣れながら、
皆さんのこういう世界に触れながら、まあ、だんだんいい年になってきたので、そんな変化を受け入れながら頑張っていきたいなということで参加させてもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからが私の季節ということですね。大越さんとの出会いであります、年神様を引き下げまして、全国を安置したいということで、県政さんには私の部下が伺わせていただきましたり、もう毎日毎日、来週は、来週は一応は3人、渡辺部長のところにお伺いするとかですね、いろいろこれからが私の季節だと思っております。今年こそ服が来て、後ほど臨時渡しますけど、福招きの招き猫とか、ご用意しておりますので、ぜひ皆さんに服を持って帰っていただきたいというふうに思っております。で、先ほど言いました通り、中尾が頑張って、中尾くんが作らしじゃないんですけど、おでん屋さんもできますし、また皆さんとおでん屋さんでお目にかかれればと思っております。私も1回目から多分解禁賞ですね、解禁賞の私ですが、皆さんと共に現場の声をお聞きしながら、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。職員の片平でございます。まだ半分ぐらいの方しか名刺交換させていただいてませんので、後ほど伺いさせてもらいます。会長の黒川も私も毎日、3年ほど前ぐらいから拝見させていただきまして、非常に勉強になる会でございます。この会がどうやってできたのか私は知りませんが、そういう人たちの集まりだったのかと、いろんなスーパーさんにはいろんな会があってですね、私も、部長という立場でそういった会に出席するんですけども、そんな会を一つもずっと言うというふうに感じました。今日は初めてですけども、よろしくお願いします。お出てきたね。皆さん、出たね。こんばんは。こんばんは。株式会社ミルゴの白川と申します。今更ですが、2回目からですね、解禁賞という形で、目立たない方の、ちっちゃい方ですね。当時ちょっと大きい方が、大きい方がいるんですけど、今、ちょっと向かってますんで、必ず参加をしたいということで、ちょっと大阪で用事があったんですけど、今向かっておりますので、ご心配なく、ちょっといろいろ皆さんに迷惑をかけておりますから、その時までよろしくお願いいたします。Facebook もですね、皆さんのいつもですね、拝見させてもらってるんですけど、先ほどもありましたように、皆さん、もう勉強を熱心でですね、セミナーに参加されたりであるとか、松本清さんもですね、いろんな教師、生産者開拓も含めてですね、いろんな本当に、気持ちの熱い取り組みをですね、拝見させてもらっている中で、僕は何をしているのかと、意味が分からないところにいたりとかですね、ただ遊びに行った写真をですね、あげたりとかですね、本当に一番仕事しなくて、本当申し訳ございません。笑って、いいねだけ押してくれたらもう構いませんので、引き続きですね、お付き合いいただけたらと思います。今日楽しみにしましたんで、またいろいろですね、期間のないお話ができたらと思います。よろしくお願いします。こんばんは。はじめまして、新参者でございます。株式会社ヤウコー営業企画部、営業戦略をやっております。マイナスをしません。営業戦略といっても何をやってるかというとですね、本当の仕事は飲み会担当と、社内では、横綱とかですね、ちゃんこ番と呼ばれています。今日こういった会にですね、参加させていただきまして、非常に楽しみにしておりますので、新参者ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。私も今日は初めて参加をさせていただきます。山梨から参りました。一山マートの坂本と申します。山梨から来たんですけども、今店舗は長野県の諏訪のところにある諏訪店というところで店長をさせていただいております。で、店長と言いましてまだ6月になったばっかりで、諏訪店の方には8月赴任、単身赴任ということでまだ、不慣れなところであります。てっちゃんの、ブログというのはもう数年前から僕のも拝見させていただきまして、渡辺部長の方には何回かてっちゃんに会わせてくれとお願いして、やっと今日、このスーパーサーを回ることができました。ありがとうございます。で、私がですね、最近気になったブログがですね、やはり、一番気になってこれ面白いなと思ったのが、
じゃんけん大会の八百長企画と言ったところで、僕もですね、やはり一番好きな歌は、チャンスの順番、あれ本当に言うたんですよね、感銘を受けて、あのプログラムの感銘を受けて、AKB にも感銘を受けてと言ったところで、本当に共感するところが多いんで、今日は、たっぷり話をさせていただいて、たくさん共感していきたいと思います。ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。遅れてやってまいりまして、あの1年ぶりなんですけれども、私あの、名古屋の方のユニー株式会社、今あった名古屋北店の方の店長をやっております、森美幸と申します。ちょうど1年前に参加させていただいた時にはですね、まだ秋田飯田店の店長をしておりまして、しばらくは奈良でゆったりと過ごしたいなと思っておりましたら、この9月にとっとと名古屋に来いということで名古屋に戻されちゃいまして、市内の一番厳しいお店を今ちょっと、頑張ってやっておりますけど、まだ2ヶ月だもんですから、どうも中のモードが抜けなくてですね、酒飲むために、仕事するようなものでございまして、毎週週に2あ月に 2,3 回は名古屋に戻ってまして、お酒を仕入れながらですね、夜名古屋でお酒を飲んで嫌な仕事を忘れるという日々を過ごしております。今日はまた皆さんの、いろんなお話をお伺いして、自分を、ブラッシュアップしたいと思ってやっておりました。よろしくお願いします。じゃあ皆さんこんばんは。幹事の一山バートの渡辺です。すいません、バタバタしてすいませんでした。ちょっと私岡谷店というのがオープンしましてですね、もう10月からずっとバタバタしてまして、もうここの手配もですねすっかり忘れてまして、突然思い出して手配したぐらいでして、ちょっと今回バタバタで申し訳ありません。で、岡谷の方はですね、素晴らしい校長ということで何人か方に来ていただきましてありがとうございました。また来、再来週はまた山本さんご一行様が一山バートに来ますので、また手にご用意をお願いいたします。で、てっちゃん会は私もブログの方を発見させていただきまして、参加させていただきまして、本当に心が尊敬できるという人がですよ、本当に尊敬しますから、はい、尊敬できる方なので、今後もね、てっちゃんについていこうかなと思ってますので、また今夜一つ皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ最後に、もちろん最後を締めるのは悪大官で、悪大官極悪にですね、極悪にお願いいたします。なんで極悪なんだ。はい、こんばんは。名古屋から参りました佐藤と申します。今日は鳩マークがいないので鳩が犬馬のなんてやらでございまして、名古屋から4名連れてまいりました。先ほどなぜこのてっちゃん会が、始まったかということですけど、ちょうど2年前でございます。先ほど、ちょっとご案内ありましたけど、私とですね、あとそこに藤野智清さん、あと三橋さん、山本さん、河原井さんという6名から集まりましょうというね、てっちゃん会のブログから集まったメンバーでございます。その河原井さんが FB 版の会長になられまして、てっちゃん会のですね、ここで一気に気がつきまして、もう大変な会になったということでね、本当にでも会社の枠を超えた素晴らしい会だと思います。なかなかこういう会はね、ないと思うので、ね、ぜひともこれからも大事に育てていきたいと思いますので、皆さん方はこれからもますますのご協力をお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。オッケーです。じゃあ皆さんすいません、ここでちょっと説明会をお開きにしたいと思いますので、今日どうもありがとうございました。で、最後にですね、会長の大越会長から、一言ご挨拶ございますので、お願いします。じゃあここでやりますか。はい、じゃあ皆さん、まだまだ縁は竹縄ではあると思います。個人的にはですね、今日、全くシラフの状態で飲まないで、てっちゃん会に参加して、今日ほど、皆さんとしっくり、じっくりお話できた機会はなかったと思います。それだけですね、皆さんもそうだと思いますけれども、実りの多い第6幕だったと思います。次回は、2月の13かな4かな、スーパーマーケットトレードショーといういいタイミングで、開催されると思いますので、またぜひ、皆さんと、年末を過ごして元気な姿をお会いしたいなというふうに思います。本当は今日、今日は本当にありがとうございました。じゃあ
じゃあ次回の締めの、じゃあすいません、次回のですね、幹事、あの今回の幹事は私の特権で、あのビルボ様ということに決まりましたので、すいません、ビルボ様、次回2月の展覧会よろしくお願いいたします。どうですか、初心表明、初心表明、初心表明、どうですか、あ、すいません、もういいよ、もう、あ、すいません、あの、ご指名なんで一応やらさせていただくようにさせていただきます。で一応なんですけど、でも多分あの Facebook も含めて遊んでるとかバチがあるというふうに、思っております。ただですね、ちょうど2月っていうのはあのトレードショーもありまして、皆さん集まりやすい、タイミングだと思いますので、まあ、できるだけですね、皆さんのですね、ご意見、いろいろですね、お話がですね、弾むようなですね、機会にしたいなというふうに思ってます。いろいろ無理もですね、長年ですね、参加いただいている方にはですね、お伝えすることもあるかと思いますが、皆さんご協力の方よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは全ては今日も食べさせていただきます。じゃあ皆さん、てっちゃん会の方はすいません、最後一本締めでよろしいですか。はい、じゃあてっちゃん会の繁栄をお祈りしまして、よーっ